ここがティターンズの拠点。敵は？もう配置についてるね。それにしてもキリマンジャロはまだ落ちないのか。援護する。あんたは好き勝手やっていいよ。ジュリエッタ・ジュリス、あなたの援護に入ります。神夢、どこへ潜り込んだのだ。地上部隊ユノ・アスタルト特務総長です。クワトロ・バジーナ大佐。私は大尉だ、ユノ特務総長。あ、すいません、クワトロ大尉。ティターンズの監視塔です。敵の増援を断つため破壊してください。大尉さん、リーダーから通信です。こちらカラバのアムロ・レイだ。シャア、応答してくれ。アムか、クワトロとしてで構わんねえ。答えよ。あなたまで来るとはな。カミーユならいいのか。なぜすぐにあの二人を止めなかった。あのポーという娘のことか。あなたには分かっているはずだ。もう一度同じことを繰り返させるつもりなのか。それは彼らの問題だ。我々は現状をどうにかせねばならん。クワトロ隊、カラバの力を過小評価してもらっては困るな。はい、本体の進行ルートを確保し、カミーユ君も探します。小隊長さんもゲリラ戦で監視塔を潰しながら進んでね。敵襲、迎撃しろ。やるな。行かせません。待たれ。単純な時展開、オールレンジ攻撃。行くぞ。まだなのか。くそ、まだか。展開、これで捕らえた。ガラアジだ。ここは私が。オールレンジ攻撃、直撃させる。増援を呼べ、急げ。邪魔だね。立ち止める。今回のブレイクデーション、いつもと比べて規模が小さい。そうだね、明確なのはカミーユ君がいないってだけかな。ディレクトリをまたいで散ってしまった鉄火団メンバーのデータは今のところ無反応だね。でもこの時代の火炎モビルアーマーと火星のモビルアーマー、その紐付きでブレイク現象が起こる可能性は十分にあるよ。小隊長、どんなお邪魔虫が出るかわからない。用心して進んで。うわあ！行け！そこだ！クワトロ隊員、フォーさんってカミーユ君とはどういった関係なんでしょう。フォー村雨、連邦のモビルアーマー、サイコガンダムのパイロットだ。ニュータイプ研究所の一つ、村雨研究所の被験隊。彼らもまた戦場で出会ってしまった。もしかしてニュータイプの強化。フォーは強化人間だ。しかし彼女には近くにいる人にまで影響を与える力が備わっている。カミーユ君はそれに取り込まれてしまうと。彼はフォーを自分の手元に引き寄せられると思っているだろう。
敵味方だって分かり合えます。隊員みんなで協力して助ければ。いや、頬の意識はもっと強制されて人為的に作られている。薬物と催眠療法でな。人工的に兵士を作り出す。どうしてどの歴史でも同じこと。残りのティターンズの監視塔は大丈夫だ。ユノ、あとは僕たちカラバの空挺部隊で抑える。ジー、これ以上手間取るわけにはいかないのだが。待ってください、ブレイク反応何かします。何、サイコガンダムか。地球に降りたと思ったらまた戦闘か。まったく。ガンダム、いや違う、ここは俺たち2番隊が引き受ける。ガンダムグシオンリメイクフルシティ、アフヒロアビトランド君見つけた。大尉、彼はテッカ団っていう民間警備会社の団員です。私たちは何度かお仕事したことあって。展開、くそ、まだか。完全な時に直撃させる。すぐに援護に向かう。無理はするなよ。データのないモビルスーツ、ティターンズの新型か。知らねえぞ、なんだあいつは。あの強烈な波動はまるで、このモビルスーツミスターだ。これは私たちの宿敵です。小隊長、ブルーマと一緒に片付けて。これ以上鉄火団の邪魔はさせねえ。お邪魔虫の部屋玉も出てきそうだね。いろいろと聞きたいことがあるから出てくるのに都合がいいわ。どうしよう。当たれ。これはこれは、なかなかのメンツが揃っているな。またガンダム、ゼータタイプか。ハーメス・マーキュリー、やっぱりあなただったのね。何者なんだ。本来はあなた方の歴史には存在しないものと思っていただいて結構だが、あなた方のたどる道、その交差点は非常に興味深い。あなた方だと？俺とシャアのことか。今度はパイロットのデータを集めてるの？私にはそれを答える権限は与えられていない。今のあなたはやっぱり管理システムだ。レディユノ、悟られてもな。そうだったわね。撃っていいんだよな。ごめんなさい、アキヒロ君。大丈夫、みんなでこのガンダムを止めて。さて、お手並み拝見といこうか。なんだと、ますます腕を上げたな、小隊長君。周りのサポートのおかげもあるだろうがね。もっと素直に褒められないの？この陰湿赤メガネ。おかしなコードネームをつけるのは勘弁願いたいものだが。結構的確なあだ名だとは思うけどね。
イリオンステーブルで会った時に呼んだこの名前に反応がない。あの時の記憶は今の人格にも共有されてないの。でも管理システムに気づかれずにどうやって情報を引き出せばいいのかしら。そこ、これでしまいだよ。こなして逃げる。終わりだ。逃がさん、この程度やるな。いける。宇宙世紀の歴史に入り込んだポストディザスターのガンダムフレーム。俺たちは勝ち続けなきゃいけねえんだ。まだ俺は負けられねえ。決して散らない鉄の花、鉄火だ。その結びつきの強さも収集すべきで。組織を作ろうとしているのか。それにそのガンダムは。私にはそれを答える権限は与えられていない。予測できない相手。やるな小隊長君。それにその期待もなかなかのものだ。データ更新はちゃんとやってるからね。収集してるのはあなただけじゃないってこと。それは管理システムにとっても喜ばしいことだ。頑張ってくれたまえ。まだまだ組織が出来上がっていないということか。組織という概念はないのだよ太陽。それよりも作らねばならんものがある。この男なんだ。さっきからどうにも現実感を感じない。我々は本来交わることのない環境。お互い邪魔をし合うべきでは。どっちが邪魔してんだよ。展開オールレンジ攻撃。このメンツ相手では厳しいか。だが必要なデータは取れた。近いうちにまた会うことになるだろう。あとはクッションさえブレイクアウトできれば修正完了ね。そういうわけで明弘君お疲れ様。次はモビルアーマーとの戦いだよ。鉄火団の晴れ舞台だ。無様な真似は見せらんねえ。ガンダムグシオンリベイクフルシティブレイクアウト成功。じゃあ私たちも。待て、彼らは一体何者だ。ユノ、君たちは知っているのだな。僕にも聞かせてもらいたい。そもそも本当に君たちはカラバの人間か。一年生層のスーパーエース二人に詰め寄られてる。さくら、早く私たちもブレイクアウトして。作戦終了です。お疲れ様でした。まあこれから共に戦うのに不安はないということは分かりました。宇宙世紀 WO87 ティターンズの拠点キリマンジャロ基地の攻略戦だね。キリマンジャロの状況はブレイクミッションとは違うの？あの時から少し先の時間軸だね。神指団君が強化人間であるフォー村雨さんを基地から救出した直後。助け出した？やったじゃない。クワトロ隊は強化人間の意識は人為的に作られてるから助けるのは無理だって。残念ながらそれは間違ってない。やっぱりサイコガンダムのデバイスに過ぎないんだよ彼女は。そんなひどい話。
こうなったら小隊長と私で。未来が分かっていながらただそれを見据えるなんて私には。カミーユは私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。三日月オーガス、出るよ。ユオク様のお守りをしている場合ではありません。さあ、行きましょう。なら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。ちぃ、カミーユ、早くゼータに乗れ。クワトロ隊員、フォーさんの様子が。薬物と催眠、そしてサイコミユからの強制、まともな精神状態ではあるまい。それが強化人間。じゃあ彼女はもう。ユノ姉さん、カミーユ君は戻ってきてる。あとは彼次第だよ。リマンゼロは落ちんぞ。死んでもらう。どうしいな。くそ。そこで。そこでするか。行け。発射場、ダンズの幹部が脱出しようとしてる。空に逃げる。ジャミトフか。ジャミトフハイマン大将を守るためにサイコガンダムが出てきてるんです。小隊長、奥のシャトル発射場に急いで。オールレンジ攻撃。ジャミトフ閣下が脱出するまで持たせろ。なかなかのものですね。なしはせん。バルバトス、潰せ。フォー、戦っちゃいけない。君は病気なんだ。お前たちは私をいじめに来た。私から記憶を奪ったのはお前たちだ。そう、止まれ。私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。これがサイコガンダム。フォーさんは？フォー、サイコガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば私はもう苦しまないで済む。フォー、お前なんか！
さて、簡単だけどありもののデータで組んだシミュレーション空間だよ。敵のデータを出すから攻撃をシールドで防いでみて。当たる寸前で防ぐとジャストガードだよ。ダメージ完全カット、ガードゲージ減らない。小隊長、ジャストガードをやってみて。